東福寺は、熊本県菊池市渡るにある、天台宗の寺院である。菊池御山の一つ。比叡山延暦寺小学院の末寺で、須作天皇の直眼により、天行元年、天台像の大創図、明石喜び法院によって改装されたと伝える。時の肥後国師美藤高房が、大旦那となり、混流されたという。以後、村上、遠遊堀川と、 歴代天皇の臨時を賜り、堀川天皇の漢字三年には直眼字になったとする。清々将軍、金長新郎の命により、菊池氏第十五代菊池武光が菊池御三を定めるにあたっては、当時を再考して前殺とした上、御三の第一となした。武光が聖漢寺を混流して、これを菩提寺とするまでは当時が、 菊池氏の菩提寺であった。そのため、境内やその近隣には、菊池一族の墓が現存する。王子は、寺寮二十五長部、松寺も十五家事を数えたという。菊池氏の勢力が衰えた後は再び、天台州に服し、現在に至る。慶長六年、肥後国主、加藤清正の時、寺寮をすべて没収され、松寺も失う。現在の本堂は、 文政2年に再建されたものである。東福を西へ伝えてそく三は渡りに船を縁心地、すれ、ただし、日後国師は、自伝が書かれた寺の縁技や臨時等に、偽造の疑いがあることを指摘する。十二代、菊池武史寺と共に、博多合戦にて打ち死に。足利高氏との合戦で、日田義貞軍に加わり京都大当り橋にて打ち死に。ありがとうございます。